どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、教訓、楽器を上達させるにはまずは練習時間を、3時間確保することが大事っていう話をですね、紹介していきたいと思います。これはですね、僕が言ってることではなくてですね、めちゃくちゃ有名なですね、テクニカルベーシストのですね、ドリームシアターの、ジョン・マイ・ヤングがですね、言っていたことをですね、紹介していきたいと思います。以前ですね、海外の音楽雑誌でその紹介されていた記事なんですけども、普段はですね、ジョン・マイ・ヤングといえばですね、ドリームシアターの中はですね、ほとんどその喋らない、めちゃくちゃ無口で有名ですし、あとインタビューもですね、インタビュー嫌いというかですね、あまり人前で話すことがですね、嫌いなタイプなので、なのでそういったインタビューを受けないことで有名なですね、ドリームシアターの、ベーシストであるジョン・マイ・ヤングがですね、彼はベーシストなので、ベースを上達させるためのですね、秘訣を語っていたんですね。で、その中でとても印象に残っていたものがありましたので、あとそれと、共感、自分もその記事を読んでですね、結構共感できる部分がありましたので、今回はですね、それをですね、紹介していきたいと思います。でこれですね、海外の雑誌なので、記事はもちろん英語で書かれているんですけども、今ですね、Google 翻訳とかでも、簡単に略することもできますし、今ですね、僕が今使っている、翻訳の サイトに関しましては、DeepL、スペルで言いますと DEEPL、DeepL っていうですね、AI の翻訳機能があるんですけども、これがですね、確か今年の3月の頭頃にですね、今までは日本語対応が なかったんですけども、日本語対応もできるようになってですね、これ一部の人ではすごい好評で、Google 翻訳を上回るですね、本文 の翻訳する、なんていうんですかね、口語的で、よりその、略することもですね、自然な形で略してくれるので、すごい絶賛されていたツールだったので、それを使ってですね、翻訳をしているって感じですね。なので DeepL ですね、無料で使えるものなので、単純にその自分のパソコンに、ダウンロードしてしまえば使えますので、めちゃくちゃの便利な翻訳機能なので、一応それもですね、いろいろやって、翻訳していきたいなと思っている方はですね、使ってみるとですね、便利なツールだと思います。で早速略した中でですね、すごい印象に残っている言葉がありましたので、それをですね、今回は紹介していきます。まずですね、あなたの演奏する楽器を触る時間をですね、毎日3時間確保できれば、演奏をした時にそれが役立っているとしっかり感じるよと。で音楽や歌の一部を覚えるのでもいいし、スケールを練習したり他のアプローチでもいいし、あとは他人の考えを読むのだけでもいいわけだ。でとにかくそのまとまった3時間を毎日確保すれば、本当にプレイヤーとして利益をもたらしてくれるよ。で毎日3時間だけ捧げれば、1週間のうち丸々1日潰して朝から晩まで練習するのとほぼ同じだよ。でその時間配分をするように自立することだけでも、音楽的な思考力が発達して、自分が得ている結果から考えて練習面で今必要なことは何か自然に分かるようになる。で何かをして、その効果がうまく出ているとか出ていないとか、ある程度時間が経つと分かるようになるよと。で時間配分をするように自立をすることは生死を分けるくらい重大な要素だ。であなたの人生において音楽とそれ以外とのバランスを保つために、全てはそこにかかっているからっていうですね、ことを本当はもっとですね長い記事だったんですけども、僕はめちゃくちゃ略してですね、一番大事な部分というかですね、共感した部分をですね凝縮して今紹介させてもらったというところですね。でなので魔法の3時間を有効活用しようというですね、ちょっとキャッチコピーみたいな感じで話を今後は進めますが、ジョン・マイ・ヤングをはじめてですね、一流のトップミュージシャンとかはですね、大体楽器始めるの中学生とか高校生ぐらいからですね始める人が多いんですけども、大体トッププロの人っていうのは、1日に3時間どころかですね、多くの時間をですね、小さい頃から、楽器の練習に費やしているんですね。で、もちろんその、プロになった人はですね、よく聞く話ですけども、1日に8時間以上は練習していたとかですね、飯を食う時間とトイレ行く時間とあと寝る時間以外はずっとギターを弾いていたとかベースを弾いていたとかってですねっていうのはですね、すごい言葉に耳聞くんですね。でただ単純にですね、長く練習すれば効果があるのかって言われますと、もちろん
練習に関しましては質よりも量の部分は多々あるんですけども、ただ反対にですね、練習のしすぎとかになりますと、腱鞘炎になったりとかですね、あとはその正しい、悪いプレイフォームとかでやってしまいますと、逆にその悪い癖が身についてしまってですね、いい音を出すためにそれを矯正する時間がですね、さらに倍以上かかってしまうという側面もありますので、正しい練習を長く続けるというのはすごい大事ですけども、ただその練習のしすぎとかはですね、結構怪我とかにつながってしまいますので、そういった部分はですね、結構気をつけながらやらないといけないというのはですね、一つのポイントではあるんですね。でただですね、まずはもう3時間だったらなんとか頑張れば抽出時間を、捻出しようとすればできそうなところなので、ただポイントはですね、この誰にも邪魔されない、集中できるですね、時間を費やすことがですね、フォーカス、ジョン・マイヤーグもフォーカスっていう言葉を使ってたんですけども、集中することが大事なんですね。でそうするとですね、時間管理っていうところでですね、有名な人がですね、ハイラス・スミスっていう人がですね、アメリカの人だったと思うんですけども、有名な人がいまして、その彼が残した言葉で、中断された作業を回復するにはその倍の時間がかかるっていうふうにですね、その口酸っぱく言っているんですね。だからその、せっかく集中モードで、練習し始めたなら、その時間はですね、途中で誰にも邪魔とかですね、集中モードに入った時に中断されるっていうのはですね、本当避けたいんですね。なのでそのためにはですね、集中を阻害するものはですね、前もってブロックするのがすごい大事なんですね。なので例えばこの、練習とかする前にですね、一つアイデアとしてありますのは、携帯、スマートフォンの電源を切るとかですね、切って、メールとか、LINE が入ったとかもですね、電源切っておけば全く気づかないので、そもそも電源を切ってしまうと。であとテレビはもちろん電源抜くと。あとですね、練習する時間帯を、早朝もしくは、夜の遅い時間帯とか寝る前とか、僕は結構夜寝る前がですね、結構集中しやすいので、それは人によってその、生活のサイクルがありますので一概には言えないですが、早朝か夜の遅い時間帯の方がもう個人的にはいいかなと思ってます。あとですね、休憩とかですね、あと気分転換は5分以内と決める、要はだらだらと休まないということがすごい大事ですね。あと気が散るもの、例えば漫画とかですね、ゲームとかそういったものはですね、近くには置かないとかなどなどですね、他にもですね、探せばいろいろと、時間の中断を防ぐものはですね、アイデアとしてはいろいろ出てくると思うんですけども、ただその、いきなり、丸々3時間をですね、費やすことが難しければですね、最初は30分から1時間、30分とか、1時間というですね、もうちょっと短い時間の単位をブロックするというのを始めてみてですね、それがその練習する時間帯が、徐々に習慣していってですね、その集中するモードがになるのがですね、たやすくなってきたらですね、徐々にその練習時間をですね、伸ばせていけばですね、いいかなと思います。なので今回はですね、簡単に、ジョン・マイ・ヤングといえば、ドリームシアターを聴いてる人とかだったら本当わかると思うんですけども、めちゃくちゃその、プレイヤーとしてですね、トップクラスですし、トップクラスな上にですね、特に、ジョン・マイ・ヤングとあとギタリストのジョン・ペトルーシーですね、この2人に関しましてはすでに技術がトップクラスの上にですね、すごい練習の鬼ということで有名でして、必ず2人はですね、1日にプロになった後でも最低でも練習時間を6時間を費やすっていうくらいですね、努力の天才の上にですね、さらにまた努力もし続けるっていうところがですね、本当素晴らしい、人間的にもですね、プレイヤーとしても素晴らしいと思いますし、ぜひドリームシアターの音楽を知らない人はですね、どのくらいのその音楽の、テクニックが全てではないですけども、音楽のテクニック、感情表現、あとはですね、その、センスとかも含めてですね、もうめちゃくちゃもう全てハイレベルなんですよね。なので、一度、ドリームシアターを知らない人もですね、ぜひ、彼らの音楽は聴いてほしいと思いますし、彼らのその、テクニックとかも実際に聴くとですね、本当、びっくりした、最初聴いたとき、本当、目が点というかですね、仰天してしまうくらいなので、ぜひですね、どのくらい、その、テクニックを身につけたがジョン・マイヤングが言っている言葉なので、少しは信用してみる価値はあるかなと思います。今回はですね、簡単に楽器を上達させるにはまずは練習時間をですね、3時間確保することが大事っていう話をですね、紹介させていただきました。今回のものがですね、少しでも役に立ったとかですね、素晴らしいアイデアをありがとうっていうふうに思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あとチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。